浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今週は常連さんにスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO 龍郷綾乃さんと、お客様に水ジャーナリストの橋本淳二さんにお越しいただきました。龍郷さん、橋本さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。龍郷さんのプロフィールです。ベンチャー企業の広報として活躍後、フリーランスの広報として独立。企業の大きさを問わず、企業イメージの構築からマーケティングまで一貫した広報戦略コンサルティングを提供されています。2017年には昆虫テック企業ムスカの執行役員として経営参画し、2018年には代表取締役暫定 CEO に就任。2020年に退社され、現在はスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO や株式会社スペースウォーカーの顧問経営企画室 PR サスティナブル推進に就任されています。はい、というわけで龍郷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。龍郷さんはね、前回あれですよね、昨年11月の循環型社会を作るには、というテーマでその時に来ていただきまして、はい、そのさらに前の第1回初めて来ていただいた時は、当時はまだ昆虫テックのね、はい、ムスカっていう会社の CEO をやられていた、はい、わけですね。昆虫のテクノロジーね、ハエの幼虫を育てることでおなじみ、はい、中で分解してもらうっていうやつですよね。はい、でそれで今そちらから離れてスパイスファクトリーという会社の CSO をされているということなんですが、これは CSO というのはチーフ、はい、サステナビリティオフィサーです、ね、つまり、まあ、最近言われる持続可能な社会を作る、はい、まあ、あるいはビジネスをやっていく上で の持続可能性ってことですね、うん、それはチーフサステナビリティオフィサーと、ね、はい、このスパイスファクトリーはどういう会社なんですか。香辛料の会社ではありませんということをまず最初にお伝えさせて、ね、最初ちょっとみんなそう思いますよね。みんなね、間違えちゃうっていう、ね、はい、そうなんですけど、スパイスファクトリーっていう会社は本当になんかいいチームなんですけど、世界がより良い方向に行くようにっていうところをすごい考えてるチームで、変化を加速させるための触媒、それがイコールスパイスなんですけど、としてその役割をしっかり全うしていきたいという思いがある、まあ、DX エージェンシーなんですよ。いわゆる企業のデジタルトランスフォーメーションを支援すると、はい、そうです、そうです、はい、もう360度支援していくっていうような企業になっております。そして龍郷さん、もう一社実はスペースウォーカーっていう会社の顧問や経営企画室 PR サステナブル推進の担当もされていると、はい、実は2社働かれてるんですよね。大きくは、はい、そうですね。このスパイスファクトリーは企業のデジタル支援をすると、はい、でスペースウォーカーっていうのは何をやってる会社なんですか。スペースウォーカーはサブオービタルスペースプレーンって、まあ、いわゆる有翼型の最小ロケットを開発してる会社ですね。ロケット開発ですね。サブオービタルっていうのは、うん、弾道、弾道っていうこと。そうですね、はい、まあ、さらに先の未来ももちろん目指してるんですけど、はい、まあ、まず一旦はサブオービタルスペースプレーンの開発なんですけど、それをエコロケットって呼んでるんですが、その開発を進めています。つまり比較的気軽というか、はい、手軽に近距離なんだけど、うん、そこそこの宇宙のところまで飛ばせるようなロケットっていう、そういう意味。そうですね、まあ、宇宙に行って戻ってくるっていう、はい、まあ、弾道なので行って戻ってくる、120キロぐらいまで、はい、上に上がるっていう、宇宙空間に行く。160キロぐらいまで。120ですね。120、あ、じゃあ、はい、宇宙ギリギリ、宇宙100キロから。宇宙は100キロからですね。一応でもね、アメリカの方では80キロからって言ってたりするので、定義が100キロか80キロって2つあったりするんですけど、120まで行く、120キロまで行くから、じゃあ宇宙まで行くロケットだっていうことなんですね。そうです、そうです、はい。軸はサステナビリティですね。あ、そこはご本人では変わってないんですね、うん、変わってないですね。スペースウォーカーもロケット開発っていうから、まあ、ものづくり系っていろんな資源を、はい、まあ、消費してしまう会社でもあるんですけど、うん、まあ、エコロケットを開発してるって言ってますけど、最小型のロケットであること、まあ、今だとだいたい使い捨てロケットが9割で、使い捨てロケットってちょっと海につながるんですけど、あ、水につながるとか、海洋投棄してるのが当たり前というか、今のロケットそれで成功なんですよね。今のロケットって、うん、そうか、海に落ちますよね。落ちます、落ちます。 あれで、ね、回収しない、あれで成功なんです。回収しない、環境破壊著しいわけですね。でこれが今の
頻度の打ち上げ回数だったらまあ問題ないとされてまだ何も言われてないんですけど、うん、これが2040年ぐらいまでかけて10倍から100倍になっていくって言われてるんですよ。だってほら、あの実はこの前この浜カフェで宇宙特集やったんですけど、あ、そうなんですね、宇宙特集の時にね、うん、今ものすごい数のロケットが打ち上がってて、うんうん、これはイーロン・マスクのおかげだと。そうです、ね、イーロン・マスクが劇的にコストを下げていっぱいだからもう2000発でしたっけ、なんか、はい、とにかくものすごい数がロケット飛んでるっていうことなんですけど、逆に言うとそれだけ実は環境に負荷がかかり出してるっていう。でもイーロン・マスクさんとかジェフ・ベソスさんとかがやってるロケット開発は最使用型のロケットなんですよ。あ、じゃあちゃんと戻ってくる、ちゃんと逆噴射して戻ってくるっていうような形のロケット開発で、はいはい、我々は有翼って言ったら翼が生えてるんですよね、うん、なので飛行機みたいなロケットになるんですけど、そこがすごく燃料としてもいいのは、燃料片道だけでいいんですよね。帰りはグライダー飛行で帰ってくるので、る燃料消費がすごく低い。なるほど。でもちろん最終なんで海にも捨てないですし、うん、でその燃料自体もあの北海道の十勝エリアの牛糞のメタン出るじゃないですか、メタンが。え、何、牛糞のメタンを使うんですか。そう、それを液化して、メタンガスが出るでしょ、はいはい、でそれを液化して液化メタンとして、まあ、その燃料を購入して、で、まあ、あの今のストーリーだと北海道の大気町っていう宇宙港があるんですけど、はいはい、ありますね、そこで飛ばして地産地消のエネルギーでロケットを飛ばそうっていうことを考えてるのがスペースウォーカーっていう会社です。やばいですね。面白いというわけでね、はい、相変わらずぶっ飛んでるなと思いながら来てみて、今回どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて橋本さんのプロフィールです。国内外を歩き、水問題やその解決方法を様々なメディアで発信している橋本さん。現在武蔵野大学客員教授、東京財団政策研究所未来の水ビジョンプログラム研究主幹、 NPO 法人地域水道支援センター理事などを兼任。主な著書に水辺のワンダー、世界を旅して未来を考えたがあります。はい、というわけで橋本さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さんは、はい、水のプロフェッショナルということで、うん、ええ、ね、今も、まあ、あの大学の客員教授されたり、未来の水ビジョンプログラムの研究主幹をやれてされたりと、ええ、まあ、ありとあらゆる水問題にご精通されているということで、まずそもそもなかなか日本で水ジャーナリストって名乗る方っていないと思うんですけど、そうですよね、なんでこういうことに関心を持たれるようになったんですか。まあ、僕90年代から水ジャーナリストって名乗り始めたんですけど、早い。僕はもともと水辺が好きで、ジャーナリストになる前はカヌーやったりとか、はいはい、どこの水が美味しいんだろうかとか、そんな気持ちであちこち水辺行ってたんですね。もともとなんとなくそういう水と関わるのが趣味として好きだった。趣味として、はい、でその後フランスのミネラルウォーターの取材に行ってる時期があって、はいはい、で帰ってきて今度はバングラデシュに行ったんですね、うん、でバングラデシュに行った時に今までのように、まあ、水辺っていつも人が集まってていいななんて思ってたんですけど、はいはい、井戸が赤く塗られてるポンプがあったんですね。井戸ポンプが、うん、バングラデシュに、バングラデシュにで×って書かれてるのもあって、でもそれ普通にお母さんがそこから水を汲んで子供にあげてるし、どういうことなのかなと思ったんですけど、はい、そしたらそこから出てくる水っていうのは非汚染されてるっていうふうに言ってたんですよ。非汚、はい、いわゆる毒というか、そうです、そうです、ね、慢性毒なんですよね。長く飲み続けていると、まあ、皮膚が疾患さ、はい、落ちたり内臓が疾患したりということなんですけども、どういうことと思ってちょっと信じられなくてその人たちに聞いてみたら、この水が良くないのは分かってるんだけども、この地域に他に井戸がないからこれしかないから仕方なく飲んでるっていうふうに言われたんですよ。でやっぱり2日ぐらいかけて行かなくてはいけないと、水を汲みに。でそういうことがあるのかというのは初めて知って、今までなんかのんきにですね、どこの水が美味しいなとか、ね、フランスの美味しい水飲んだりしてるんですよね、そう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 と思ってたんですけど、この水が軟水でいいなとか硬水でいいなとかってそんなことになってたんですけども、はいはい、それどころじゃねえぞと思って、なるほどね、はい、水問題っていうものがあるなっていうことを分かって、それからあちこち水問題のあるところに行くようになりましたね。なるほど。という問題意識で水ジャーナリストになられたということなんですが、この6月にまさにその水をテーマにした水辺のワンダー世界を旅して未来を考えたという本を、はい、文献出版から発刊されたということなんですけど、はい、こちらはどういった本なんでしょうか。10年くらい前から私、気候変動っていうものが水と人々の生活にどういう影響を与えるんだろうっていうことがすごくこう
気になり始めて、はい、インドに行ったりカンボジアに行ったりオランダに行ったりして、今人はどういうことに悩んでて、うん、どういう方向に向かってるんだろうと、うん、でインドではですね、もうあのインドの北部なんですけども、氷河が融解してる、氷河が溶けてるんですね、はい、氷河が溶けてしまって、で本来雪が降ってた時期に雨になってるんですよ、うん、そうすると雪っていうのは非常にこうありがたいものでとか言うと、雪で苦しんでる人もいるので、うん、あれかもしれないけど、雪って自然のこの貯水タンクみたいな役割をしてるんです。なるほど、まあ、固まってますからね、はい、それではね。であの夏になってゆっくりと溶けてくることによって夏場の農業用水、はいはい、飲料水として使えると、うん、そうですよね。でも冬に雨が降ってしまって流れてしまうと食料生産ができなくなってますね。なるほど。で農業用水がなくなってしまうということで、今現地で何をしているかというと、冬場に巨大な人工の氷の塔を作って、それがなかなか溶けないようにして夏場の水をしのいでいると。なるほど。ただこれも一時的なものなので、村自体がどん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 人口が流出しているっていうような現状、まあ、こういったことをですね、まあ、13の国や地域に行って、だから気候変動で水問題のおかげ、水問題というか氷が作れない問題のおかげで、はい、まあ、ある意味農村というか町がなくなってしまうと。そうですね、そういったことが起きてるっていうことなわけですね。実際に住めなくなる地域っていうのがこれから出てくるということなんですね。なるほど。といったようなことがいろいろ書いてあるということなんですが、はい、ユーゴさんこれどうですか、あのなんか手に取られて本当に小学校高学年向けぐらいで、さっきなんかお子さんに見せたいとかおっしゃってましたけど、うんうん、そうなんです。ちょっと気になったのが、これはあの水辺のワンダの表紙、本の表紙の写真ですね。これって人工的に作ったってことですか、はい、そうですそうです。あ、これがその今おっしゃってた、はい、これが人工氷河なんですけども、これはエネルギーを一切使ってないんです、これ作るのに。うん、あの本当に自然の仕組みをうまく使って作っていて、あのこの氷河よりも高台にある山にある水をこのパイプで引き落とすことによって、そこからこうシャワーのように吹き出して山あいを通ってくる冷たい風によって凍らせると。なるほど。で円錐形にすることによって太陽に当たる面積を極力減らして、うん、夏場まで氷を持たせると、うんうん、そういう仕組みだったんですね。ものすごい地形を生かしたやり方ってことですね、はい、なるほどね。あの水辺のワンダーのワンダーというのは、これレイチェル・カーソンの書いたセンス・オブ・ワンダー、はいはい、あれを尊敬して付けさせてもらったんですけれども、あの水辺のワンダーはやっぱりこの子どもたちが自然ときちんと向き合っていってほしいなっていう願いがあります、うんうん、であのレイチェル・カーソンの方は、レイチェル・カーソンがこの彼女海洋学者なので、海辺に甥っ子と歩きながらこの自然のことを学ぶのに、別に虫の名前とか木の名前とか全然いらない、知らなくても全然 OK と、うん、そこをこう感じることがすごく大事なんだよっていうことを書いてある本なんですけども、センスオブワンダーっていうのはそのセンスだから感じるってことですよね、はい、そうですね。でワンダーだからなんか不思議だなみたいな、そういう感じですか、ワオみたいな感じなんですね、はい、でそれが僕は気候変動とかの時代を生きていく上で、うん、もう一回必要なんじゃないか。なるほど。このやっぱり自然とこう乖離して生活している我々のやつっていうのは、どうしてもこう自然を敵視しちゃうんですよね。で、あの自然と共生するんだとかっていうふうに言っていても、その自然と共に生きるということではなくて、なんとなくこう自然は自然、私たちは私たち、なんとか克服しなきゃねみたいな発想になるので、その克服っていう発想だとなんかこういいソリューションが生まれないような気がしていて、やっぱり自然ときちんと向き合っていくことがとても大事だなと思って、まあ、世界各地を歩いてこの水を感じる、水辺を感じる達人のような人にたくさん出会って、そういう人たちの話もこの本の中には書きましたね。水辺を感じる達人っていうのは例えばどういう人なんですか。インドに行った時に子どもの頃からこの動物を連れてこの、放牧に出ているような女の人に話を聞いたりして、うん、で子供のやっぱり5歳くらいで放牧に行くそうなんですよ、うんうん、それであの一緒にこのヤギや、ヤギとかと羊とかを連れてこう餌を探しながらこう生きていくんですけども、そういう時にやっぱり狼に襲われたりするらしいんですね、うん、で狼に襲われて、とても怖かったと。でもう羊も食われちゃうと、うん、であのその時に怖くなかったのって、日本でその5歳の女の子がこの羊と一緒にあの
そんな山に行くなんて考えられないんですけど、はい、みたいな話をしたら、はいはい、怖かったと。怖かった、じゃあその時狼憎くなかったって言って、その時は憎かったけどもでも仕方ないと思うと、人間だけが生きてるわけじゃないからみたいなことをこうすっと言ってくるわけですね。なるほどね。なんかあのこの仕方ないみたいなことって、まあ、もちろん日本でも、うん、この最近はイノシシが出てきて畑を荒らすとかって、あので畑を荒らされた人もやっぱり苦労されて農作物作ってるから、そのイノシシ憎しになる気持ちはよくよくわかるんですけども ね、どっちかというと人間界を荒らしやがってみたいな感じになってますもんね。そうですね、うん、でもそうじゃなくてそこをもうちょっとこう仕方ないみたいな部分もあると、なんか別のこの解決方法が、あの生まれてくるのかなみたいな、そんなことも感じましたね。本当に自然の中に生きているんだよっていうことの、はい、なんか考え方を見落としてる人がすごく多いなと思ってて、だから多分言葉としても人口と自然って比較される対象ですけど、いや自然の中に人工物もあるだけじゃないっていう話じゃないですか、本来のところで言うと。そこを見落として話をしてしまうと対立構造になってしまうので、これまさに龍吾さんが進められている持続可能な社会を作るっていう時にもものすごい大事な考え方ですよね。そうですね、その前職、まあ、ムスカの時って、はい、サーキュラーエコノミーじゃないですか、はいはい、サーキュラーエコノミー、まあ、循環ってことですね。そう、そう、それをもう本当に作りたくって、うん、あのみんな頑張っている会社なので、なんか要は畜産の排泄物とかにハエの卵を置いて、ハエが孵化するとまあウジなんですけど、その幼虫がそれらを食べてくれて、要は自然で起こってることをうまく利用させていただいただけのビジネスっていう感じなんですよね。なんかその感覚というか、使ってやってるのか利用させてもらっているのかみたいな、その少しの感覚の違いとかも、まあ、さっきお話聞いてちょっと重要になってくるんじゃないかなっていうふうに感じましたね。ではここからはそんなお二人をお迎えして、水ビジネスは世界に何をもたらすのかというテーマで、お話を伺っていこうと思います。今水はどんな課題を抱えているのかというテーマでお話をしていこうと思います。まずあの橋本さんね、今も早速気候変動という話があったんですが、はい、今ねやっぱり我々もいよいよ これだけ夏が暑くなって、うん、秋に台風が来るようになって、さすがに日本、我々日本人もだんだんこの気候変動っていうのがかなりもうすでに深刻なんだなっていうことに気づき出した方も多いと思うんですが、はい、これ水ということに関するとやっぱり世界的に気候変動の影響はいろんなところで水に現れてるって理解してよろしいですか？気候変動の影響って水の姿を変えるっていうふうに言われてるんですね、うん、水っていうのは世界的に不足しているわけではなくて偏ってあるんですよね。少ないところには少ない、うん、多すぎるところには多い。今ね、世界的に実は日本だとピンとこないですけど、はい、意外と水不足の国って多いんですよね。そうですね。でものすごい問題になってて、逆に日本だとピンとこないっていう感じですよね、はい、温暖化によって水っていうのは蒸発量が増えていくと、うん、そうすると水の多いところっていうのは上空に雲ができやすくなって、うん、雨量も多くなると、うんうん、逆に水の少ないところはどん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 蒸発してしまうことによって干ばつが増えてくる、こういう風になってるんですね。ですから、うん、雨は多いところにはどんどん多くなっていくし、少ないところにはどんどん少なくなっていくというこの極端な現象が、もともと偏在していた水がもっともっと偏ってくるということですね。よりこう偏りが激しくなってくるっていう。そうなんですよね。ですから水の恵みに対するビジネスっていうものもあるけれども、もう一方で水の脅威を和らげるビジネスっていうこの2点があると思うんですね。水が足りないところはより足りなくなってくるから、そこになんとか水を回さなきゃっていうことと、はい、逆に水があまりにも多すぎていろんな課題が出てきてるから、そっちをやんなきゃいけないっていう。そうですね、日本の場合は多分後者なんですよね。龍吾さんはいかがですか？あの水の問題ってね、それこそ昆虫のベンチャーなんかもやられてましたけど、うん、なんかどういうふうにお感じですか？いや、水自体がすごく危機に陥っているところがあるっていうのはすごく理解はしている状態ではありましたけど、極端にそういうふうに分かれているっていうのは私初めて知ったなというところです、うん、で実際にその今連携協定組んでいる広島県呉市とか豪雨の災害、ものすごく大変な状況に陥ってたりしたんですよ。それはあれですか、スパイス、あ、スペースウォーカーの、スペースウォーカーの方で、はい、スペースウォーカーの方で呉市と提携してるんですね。そうなんです、はい、
まあ、脱炭素化に向けた提携になるんですけど、はい、そこでもやっぱり、まあ、BCP 対策って話が出てきて、はい、停電してしまったこの豪雨の災害によって停電してしまって、その、まあ、電気でもう水あふれてるどうしようみたいな状況になった時に、うん、じゃあ自分たちがどういうふうな、まあ、BCP 対策っていうものを設計していこうかみたいなところとか、まあ、BCP っていうのはいわゆるあのなんか緊急時のいろんなことがあってもちゃんと事業を継続してできるようにしていこうっていう、うん、まあ、対策 で、企業とか実は自治体も取り組まなきゃいけないわけですよね。そうですよ ね、そこで水そういうのが課題になってるわけですね、まあ、今そのさっき言った校舎の部分っていうのがあの非常に課題になってるっていうのを実際市の人からすごくお聞きしてて、だから水素のインフラを作ってあの、まあ、電気を貯蔵しておくっていう状態を作りたいんだっていう話をしてたりするんですよ、ね、なるほど、うん、じゃあもう日本でもそういう影響は出てきてるっていうことなわけですね。っていうことですよね。そうですね、もう特に広島とかは、うん、この西日本豪雨とかもありましたし、うん、こう毎年こう起きてるんですよね、うん、最近だともう7月の第1週に災害がこう起きるというようなことがこう過去5年くらいこう遡ってみると毎年起きてるんですよね、うん、ですから日本の場合はこの災害対策っていうものこれからこう考えていかなくちゃいけないし、あの法律も変わって今までは河川とダムだけに頼った治水っていうものをやってたんですけども、去年法律が変わって流域全体で治水しましょうっていうふうに変わったんですね、うんうん、そうすると我々が住んでいるような都市部であるとかそういったところでも何らかの方法で治水をしていかなくちゃいけない、うん、雨水を貯留する場所を作ったりとか、うん、それから自然を保全したりとかそういったことをですね、この水の受け皿をいろんなところに作っていくっていうのが今後の課題としてあるので、そういったところもビジネスのチャンスというところですね。なるほど、やっぱ日本はじゃあもっともっとそういう水が多くなりすぎることへの対策をしないといけないっていう。そうですね。逆に一方で海外に目を向けるとものすごい水不足の国があるっていうのは僕はよく聞くんですけど、はい、この辺はもう今お話伺ってると逆に水がもっともっと足りなくなってくるわけですね。そうですね。で特に開発途上国に多いんですよ。例えばどのアフリカとかですか。アフリカとかですね、サブサハラとかあのあたりとかアジアの南の方とかですね。だからまあ先ほど出たようなバングラディッシュとかインドとか、はい、そうですね、はい、であのお金のある国っていうのはいろんなソリューションが使えるんですよ、うん、この水に対して投資ができるから、うん、だからある程度こうエネルギーも使って水をいろんな方法があってそれもまあビジネスなんですけれども、はいはい、一方でこの開発途上国の水支援っていうのは非常にこう低コストで現地にある材料を使ってサスティナブルなやり方で現地に根付かせなくてはいけないということで、はい、うんうん、また別な方法が必要ですよね、まあ、それができてないからさっきみたいにヒ素が入った水を飲まざるを得ないという現状なわけですよね。やっぱり SDGs の6番が水なんですけれども、はい、この6番っていうのをこう本当に世界中の人たちがこのきれいな水清潔な水っていうものを得られるかっていうのは非常に難しいと今もう考えられてますね。日本のベンチャー企業でウォタさんとかってまさにウォタありますね、はい、小規模分散型で水をリサイクルしながら使う装置ですね。ですよね、はい、あれ結構注目されてますね。そうですね、はい、ウォーターを使うと普通の人がシャワーを浴びる場合10分間シャワーを浴びると1人の人がだいたい100リットルくらい使うんですよ、まあ、節水型のシャワーヘッドとかもあるので、はい、そういったものを使うとあの半分くらいになったりするんですけども、一般的なものだとシャワーヘッドからだいたい10リットル出てくるので1分間に、そうすると10分浴びると100リットルということなんですね。ただウォタの場合はその水を再生利用しながら使うということなので、うん、汚れた水をもう一回フレッシュな水にきれいな水に変えてシャワーを浴びることができますよと、うん、そうすると100リットルの水で100人浴びたという実績があるんですね。で一応一人一人に割ると1リットル分なんですけども、うんうん、そういったものを被災地とかの体育館とかに備えて災害に遭われた方がシャワー浴びられるようになったと、まあ、そういったような方法で生活用水、水資源の少ないところでも水をリサイクルしながら使うということはできるんじゃないかなと思いますね、うん、他になんか注目されてる企業さんとかってあったりするんですか。フラクタという会社がありますけども、うん、フラクタという会社は人工知能を使って水道管のどこが劣化しているのかということを調べることができるんですね、うん、なるほど。で水道って入れるときはみんな喜ぶんですよ、うん、で水が通った嬉しいなってなるんですけども、埋めてしまうとその後あんまりだんだんありがたみを感じなくなってしまって、うん、どん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 劣化していくんですね、うん、実は日本の大きな課題ここにあります、うんうん、日本の水道管はもうボロボロです。60年前くらいに入れられてるんですね。
日本の水道管って、でだん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 経年劣化して漏水も多くなってますし、地震の時に壊れやすくなってる、まあ、先進国共通の課題だと思いますこれは。でこういった先進国の水道インフラをこの AI の力によってどこが壊れてるか、それで壊れてるかっていうのを予測することによって水道管を交換する優先順位を決められるっていうことですね。なるほど、はい、こういったビジネスもありますね。なんか僕なんかど素人なんでもう全部ひっくり返して全部入れ替えちゃうと思うんだけど、当然それものすごいコストと時間かかるから、はい、ここが一番課題だっていうところから優先して直すようにするっていう。そうですね、1キロの水道管を交換するのにいくらかかると思います？いくらかかるんですか？1億円なんですよ。おーやばい。特に都市部はひどいです。ひどいというか、都市の場合はいろんな他にもケーブルが入っていたり、舗装を直したりとかそういったことを加えると1億円かかってしまうということですね。逆に言うと、まあ、昔の人たちが頑張ってそういうインフラを作ってくれたわけですね、日本もね。そうですね、まあ、それはそれですごいありがたいんだけど、だんだんやっぱり当たり前だけど劣化してきてるっていうのが日本の課題だと。そうですね、なるほど。やっぱり先人の恩恵に預かって生きてるんだけれども、だんだん忘れてっちゃうと、まあ、だから孤独死してるような感じ。どこの地域が一番やばいんですか、その水道管で、ね、気になる。気になりますよね。ですね、やっぱり水道っていうのは都市型の実はソリューションなんですよね。なんで都市型のソリューションを過疎地にもし水道を入れたりするとですね、非常にこうコストがかかる仕組みになっちゃうんですよ。水道管って要するに浄水場があって、そこからこう水道管の周りにいる人が多ければ多いほど効率よくできるビジネスなんですよ。それはそうですよね。でも例えば北海道のように水源地がまばら、人が住んでるところまばら、そこに水道管を全部引っ張っていくと、そっか、ものすごいコストかかるんだ、はい、効率悪いわけですね。それが劣化していった場合に戻していくのが難しい。だから人口減少地域ほどこの問題は大きいと思いますね。ちょっと深刻だな。予算を引っ張ってくるのも人口減少地域だとなかなか難しいですもんね。そうですね、基本的に水道って独立採算制なんですよ。あれは水道料金で賄われているので、給水人口が減ってしまうと水道にかけられるお金も、収入が減っちゃうから、そうです、コストの、 メンテナンスもできなくなってくるっていう。そうなんですよね。でそういうところほど実はコストの部分が非常に多くかかっているケースが多いんですね。そうか、だからそういう地方のがもう勝手に苦しくなる仕組みになってるわけですね。そうなんですよね。だからこの都市型のソリューションってさっきお話したんですけども、そのまとまって住んでるところの水道と、そうじゃない人たちが水を得る仕組みっていうのはこれから分かれていく可能性がありますね。なるほど。じゃあ地方は地方なりの、まあ、別のやり方、はい、それこそ先ほどみたいなウォーターみたいな形で水を循環させるのか何か分かりませんけど、例えばどういう方向があり得るんですか。もうその水を再生利用するであるとか、はい、あとは小規模な水施設ですね。その、浄水場も小型で、その集落の数百人ぐらいが使っているような浄水の仕組み、で山の上の方にあれば自然のエネルギーでそこにまで水を届けられる、水道って実はポンプ代に一番お金がかかってるんですよ。ポンプ代がかかる、はい、だから遠いところとか高いところに水を運ぶっていうのがお金をかける原因なので、この高台から下へみたいな落としてあげればいいわけですね。そういう仕組みにすると安い水道ができるということですね。なんかよくね、電力はこれから地域で分散していくんだっていう話をしてますけど、はい、実は水も本当はそうなる可能性があるっていう。そうですね、だからまとまって住んでるところは今の水道が維持されて、そうでないところっていうのは分散型の仕組みになっていく。実は五島列島の島の中には雨水だけで暮らしている人たちがいます。雨水って実は綺麗なので、なんか悪いイメージがありますけど、はいはい、雨水って酸性的な、はい、実際には空気中の汚れと一緒に落ちてくるから汚い。もし空気が洗われてしまえば、はい、だから降り始めから30分くらい経った雨というのは非常に綺麗で、なるほど、それを集めて使うということですね。なるほど。でそのエリアは口開けて空向いてても OK ってことですね。そうですね、そういうことになります、ね、口開けて飲めるっていう。そうそうそう。龍吾さんどうですか、ここまでの橋本さんの話聞いて。いやなんかすごい大変な状況になってるって、日本自体がですね。日本は水資源がすごく豊富な国だと思っているので、その豊富な国ですらこのような大変な状況に至ってるんだなっていうのをちょっと知らなかったですね。逆に今龍吾さんはそのデジタル変革の会社にいらっしゃって、
どうですか、このデジタルの技術とかを使うことで、はい、こういった問題を先ほどね、ウォータっていうその、まあ、そういう機材を作ってる会社があるっていう話をしましたけど、うんうん、あのデジタルの力とかで解消できる部分ってあるっていうふうにお考えですか？いや、大いにあると思いますね。で、逆にデジタルで何を補足すれば今の状況っていうのが改善されるのかっていうのを専門家の方に教えていただきたいなって。専門家がいますから。橋本さんなんかありますか？あのですね、水をこの水道は水道、下水は下水、雨水は雨水っていうふうに考えるとデジタルの、あの活躍する場面が非常に少なくなっちゃうんですけども、うん、でも実際にはそれは我々の周りにある水って統合的に管理できるんですよ、うん、で例えば雨はどうやって降ってくるか、で雨はいつどのぐらい降ってくるかっていうのをこう補足して、うんうん、それをどうやって使っていくか、水道はどこ何時にどのくらい必要なのか、うん、で下水は何時にどのくらい必要なのか、うんうん、みたいなことが分かってくると統合的に水をマネージメントするできるようになりますよね。その方が実は効率的だし災害も防げる。で雨が降るとなんかその災害で雨が降って嫌だっていうふうに思うかもしれないけれども、うん、雨も使うんだというふうに考えて、うん、そこまでこう統合的にマネージメントすれば雨水は使える恵みの水に変わりますよね。そういった発想でそのデジタルを使っていくと。つまり逆に言えば日本はそれができてないっていうことなんですね。例えば電力であれば、はい、その新エネルギー、再生可能エネルギーとか火力発電とか、まあ、今あまり稼働してないですけど原子力とかいろんなこう電力をまあうまく組み合わせて最適なこと、時間に最適なところにっていうことが、まあ、いわゆるエネルギーミックスみたいなことが少なくとも大事だとは言われていて、はい、あのなんとなくそちらの方向になんか動かそうっていう機運は感じるんですけど、水はそういう今橋本さんがおっしゃったようなことっていうのは進んでるんでしょうか？省庁が分断、省庁に縦割りになっていることが大きな原因だと思いますね。水道水は厚生労働省の管轄ですし、河川水は国土交通省の管轄、地下水環境省が見ていたりですよね。農業用水は農水省と。そうか、全部官庁バラバラなんだ、担当してるところが。ここをまるっとデジタル化するっていうのが非常に難しい。でも本当であれば水循環を考えてデジタル化した方が絶対我々の生活は快適になる、うん、そうですね、霞が関問題か、うん、そうですね、ここに来てそれやりたいですね、一気通貫させてデジタル化させて、うん、どうやってこう使うとマネジメントしていけるのかっていうのをめちゃめちゃやりたいですよね、うんうんうん、ね、うん、それができると本当に災害も予知できるし、その災害の水っていうのも貯めて後から水として使えるということですよね。そうですよね。だから災害になるってことは逆に言えば大量の水があるのに使い切ってないってことですもんね、はい、流れていってしまうんですよ、町を通って。これが大きな被害を表すので、降った水をどこかにこうきちんと貯めておく、まあ、小さなものではビオトープとか湿原とか遊水地とかそういったこともあるでしょうけれども、うん、そういったものをこうやりながらやっていくと水も使えるし生物多様性にもつながっていくということですよね、うん、いや面白い。で切っても切れないところですよね、うん、もう全てがこうつながっていることっていうのを忘れがちじゃないですか、うん、特にビジネスの話ってすごく細かいところでここのソリューションを解決させるんだみたいな、あのプレゼンテーションでよく聞くじゃないですか、うん、でももう全て水はね一緒だよっていう、全部つながってるもんね、よく考えると。我々の体ってほとんど水でできてるわけですからね、うん、そうですね、7割くらい水だって言いますからね、うん、なるほど。高見ちゃんどうですか、お二方になんか質問とか。まあ、日本とはいえまだ水に恵まれてるじゃないですか、うん、で、まあ、同じように水に恵まれてる他の国もあると思うんですけど、その中でなんか今こういう取り組みが注目だなみたいな、見ておられるビジネスだったりとか取り組みだったりとかって何かあったりするんですか？はい、そうですね、オランダで見たやつで、うん、僕これから気候変動が大きくなってきてくるときに、うん、浮くっていうビジネスが来ると思うんですよね。浮く、水の上に浮く、浮く、なるほどね。オランダ今逆に沈みそうですからね、国がね。オランダってもともとこのゼロメートル地帯がたくさんある国なんですよね、はいはい、川があってそこにこう家が浮いてる家っていうのたくさんありますね、あります、ね、はい、でオランダのデザイナーはこのフローティングっていうことに非常にこう注目したデザインをしていて、で浮く集落とか浮く牧場とかそういったものも作ってるんですね。で僕はあのオリンピックの前にオランダに行って彼らと一緒に仕事をしていたんですけども、はいはい、あの東京オリンピック大変だねと、新しい場所また作るんでしょうと、うん、でも東京オリンピックに限らずオリンピック会場がいつも浮いていて
それを船で運ぶっていうことにしたらばすごいサスティナブルだと思わないかって言われたんですよ。面白い。会場のオリンピック会場がこの回っていくんだ、海に物を作るっていうのは非常にこうコストもあまりかからないし、うん、土地を買ってからそこに建設するまでの負担を考えると会場で、まあ、レゴブロックみたいにいろんなところからこうパーツを集めてきて海の上で組み立てるわけですよ。うん、そういったものっていうのが今後気候変動とかに役立つんじゃないかっていうことで、あの世界の都市のほとんどが実は海に面した場所にありますよね。うん、そうすると彼らはいつもこの高潮の被害であるとか今後温暖化によるこの海面上昇とかの影響を受けやすいの でましてや土地も減っている、うん、そういう時にこの浮くっていうのが一つのキーワードになるんじゃないかなと。僕は例えば空港も一時期メガフロート構想って言って、はい、海の上に浮かせる空港を作るなんていう話題が結構あったと思うんですけど、関空がそういうふうにしようとしてそうですよね。だけどなかなかそこがいかないのはやっぱり技術的に何か問題があるんですか？なんか大波が来た時に耐えられないとか。家の話に限って言うと、はい、もう技術的なものは克服されていて、もうできていますね。海の木っていうのもあってですね、海の木っていうのは浮くこの生物多様性の島みたいなものなんですよね。うん、で海の上に浮いてるんですけれども、うん、そこも、まあ、生き物が住む海藻があって、はいはい、高いところに住んでる鳥が上の方にいたり、で下の方には魚が住んでいる、うん、ちゃんと生態系としてこう成立して、はい、浮いてるっていう。そうですね、そういったものも構想されてましたね。まあだから逆に言って橋本さんの話っていうのは結構その課題も多いんだけど、人間だからそれを克服ある程度できる可能性もあって、はい、だからね、ちょっと悲観的な話ばっかり今日伺うのかと思ったら実は全然そんなことなくて、いろんなこう可能性もあるんだよっていうことなわけですね。そうですね、いろんな方法があるし、本当にこれから生物多様性みたいなことをゴールにしながら、うん、この気候変動をどうやって適応していくかっていうこと、はい、これがいろんなビジネスが出てくるっていうところだと思うんですね。水にまつわるビジネスや取り組みが社会へもたらす影響を考えていこうというふうに思っています。龍郷さん、今持続可能な社会を作るということをテーマに掲げられている中で、水に関わるビジネスとか企業の取り組みとか、あるいはまあ自治体の活動でもいいんですけど、何かこの辺ちょっと面白いですよみたいな注目されているものってありますか？私自治体なんですけど、滋賀県さんの琵琶湖ってあるじゃないですか、知ってるわみたいな話ですけどその琵琶湖を活用されて、その活用の仕方が尊いというか、琵琶湖の近くに水田を置かれているんですね。うん、で琵琶湖から、まあ、鯉だとかなんだとかっていう魚がね、まあ、船とかね、が水田の方にお邪魔して、でそこで卵を産んで、でそこ水田ってすごく管理されてるので、卵さんたちに優しいというか、ゆりかごのような優しさを持っていて、うん、はいはい、で成長した彼女たちがこうまた琵琶湖に去っていくっていう、このなんかすごい尊いやり方というか、そっか、地形を生かしてるというか、だから琵琶湖から水を借りながら、そうそう、ちゃんとそこの生命を育む手伝いを水田がするっていう、うんうん、それを滋賀県がやってるんですか？滋賀県がされていて、でしかもなんか琵琶湖でそうやって卵生まれた子たちよりもこう孵化率も含めて水田の方がいいんですって。へー、それはなんかすごく共存だなと思って、なんか尊敬すべき尊いことだなというか、面白い、うん、やってるところあるんですね、そういう取り組みを、ね、橋本さんどうですか、今の龍子さんの話は。やっぱりこの琵琶湖ってもともとこの水に対する意識が高いですよね。もともとはこの合成洗剤追放みたいな運動から始まったのかもしれないけれども、やっぱりこの琵琶湖ってあの辺りの水源としても貴重ですよね。うん、淀川になってこの大阪、京都大阪、うん、あの辺りまで琵琶湖の水を飲んでいるわけですよね。うん、なので、そうか淀川って琵琶湖から来てる、はい、そうなんですよ、ですね、琵琶湖に入ってくる川は100本以上あるんだけれども、出口は1本なんですよ。それが淀川。そうなんです。なのでみんな琵琶湖の水を飲んでいるっていうことになります。近くに住んでましたみたいな。なるほど。じゃあ龍郷さんも琵琶湖の水を飲んで育ったわけです。飲んでましたみたいな感じ。琵琶湖でちょっと一個心配なことがあって、琵琶湖って深呼吸しなくなってるって、うん、これ深呼吸しないってどういうことかっていうと、温暖化に伴ってこの2018年2019年なんですけれども、水って
上の方に酸素があるんですよ、うん、バチャバチャしたりするじゃないですか、はいはいはい、そうするとその上の方にある酸素を含んだ水が下の方まで沈んでいくと下の方にいる生き物に酸素が届く、はいはい、でも温暖化の影響とかで冷たくならないと、冬場になっても冷たくならないと途中まで沈んだところで循環しなくなっちゃうんですね。なるほど。それが2年くらい続いたんですよ、うん、なるほどなるほどなるほど。そうすると実は生き物があったかいから上に残っちゃう、はい、そうなんですよね。水って何度の時が一番重いか知ってます？4度なんですよ。4度の時に水は重い。なんかそういうジュエリーありません？4度C。そうなんですよ。あれって一番密度が濃い、水の密度が高いとこで4度の時に一番沈んで、それより冷たくなるとまた浮いちゃうんですね。で4度以下に冷えないとそこまで沈まないんですよね。なるほど、はい、だから気温と実は琵琶湖の底の方にいる生き物たちってすごく関係してますよね。なるほどね。やっぱそういうところにも温暖化の影響出てきてるんですね、はい。逆に橋本さんの方どうですか？もういろんなことご存知だと思うんですけど、特にあの今日の浜カフェリスナーにこの水の取り組みやこのビジネスは知っておいてほしいなっていうのは何かありますか？はい、マイクロナノバブル装置っていうのがあって、また難しいの来たよ。あの、ね、マイクロナノバブル装置、はい、なんか最近バブルを使ったシャワーみたいなのよく聞くじゃないですか。はいはい、ありますね。でもですね、この、横浜にある安西貫鉄っていう会社が作っている安西貫鉄、はい、マイクロナノバブルっていうですねものはですね非常にこう気密性が高いんですね、うん、そうすると、普通泡って下の方下から上に上がっていっちゃうんですけども、一定時間下に留まっていることができるんですよ。気密性が高すぎて、はい、そうするとそこで、酸素を供給できるので、あのそこにこう生き物が増えていくということができるんですね。だからこれで何がいいことが起きるかというと、そのヘドロの分解する効果があると。なるほど、はい、水をきれいにすることができるんですね。あのヘドロを、まあ、浚渫といってこう取っちゃう、うん、こういう方法で水をきれいにするっていうこともできるんですけれども、うん、この分解者の力を借りることによってこのヘドロを分解させようと。あれ微生物みたいなのがいると分解してくれるってことですよね、はい、そうですね。生物が非常にこう多様に増えていくんですね。ヘドロは温暖化ガスをこう出しているので、うん、実は CO2 よりも非常に大きな量を出しているんですね。へー。だから実は水をきれいにすることって地球温暖化を防止することにもつながっていくという。逆に言うと地球温暖化にもしかしたら若干だけど、はい、様々例えば工業的な理由とかでヘドロが増えてるってことが世界中にあるとすると、それが温暖化に影響している可能性もあるわけですか？可能性ありますよね。じゃあ逆にそれをそのマイクロナノバブルでしたっけ、はい、それを使うといろんな例えば湖の下とかに生物がもっと生まれるようになって、はい、あるいはどっか港のところに生物が生まれるようになって、結果的に水がきれいになってヘドロもなくなって温暖化問題も低減していく可能性がないわけじゃないと。八景島でこれ実証実験していて、八景島でその分解が実際に起きていろんな生き物が増えたっていうのはもうすでにデータがあるんですよね。へー。なのでこれをいろんなところでやっていくといいと。それから田んぼでもこれを入れているところがあって、田んぼで入れたところ稲の収量も上がってるんですよね。へー。これはあの田んぼも実はこのメタンガスを発生する源になっていて、うん、実は田んぼをあんまりこう田んぼいいね田んぼいいねっていうと、いや田んぼは温暖化の原因になってるじゃないかっていうことを言う人もいるんですけども、それはやっぱりそこをこの生物多様性でいろんな生物がいて分解してくれれば、うん、温暖化の発生源も消えていくので、うん、そういった併用によって収量を上げるっていうこともできると思うんですね。水ってここがやっぱり一番大事なんですね。全体で解決するっていう。そうですね。あの僕は流域だと思ってるんですよ。流域、はい、流域、あのいろんなサスティナブルとか SDGs とかっていうことがいろんな政策がこう行われたり、うん、アクションが行われてるけども、はい、どのフィールドでやるのっていう議論ってあんまりないんですよね。そのなんとなく国でやるとか、うん、地域でやる、うん、どこなのっていうことがあまり議論されてないんですけど、場所の方が大事だっていうことです。僕は流域っていうフィールドの中でそれをやっていった方がいいんじゃないかと。流域っていうのは山に降った雨が一箇所に集まって海に注いでるっていうこの一連のエリアなんです。で日本でいうと江戸時代の藩は比較的流域に似てるんですよ。なるほど。そうするとそれを水マネージメントをしながら、例えば食料をその中で自給していくとか、
エネルギーを最大限そこで自給するとか森林を管理するとかって、うん、流域っていうフィールドの中で考えるとそうか非常に合理性が高いと思う。そもそもだってね、文明って水辺で生まれてるわけですから、うん、だからやっぱりその水全体をそのね、あの山から降り注ぐところから全体を管理できるってやっぱり一番大事で、はい、だけどだんだんそれが何かかで分割されちゃったわけですね。そうですね、あの明治代に電話を発明したグラハムベルが日本に来た時に、はい、日本の山を流れている水を見て日本はすごいエネルギー大国になるねっていうふうに言ったんですよ。うん、それは山の中の水を流れてくるエネルギーを利用して水車を回すことによって、うん、水力発電や小水力発電ができるということを予言してたんですね。そうすると一見の過疎地ってあの何もないみたいに言われてますけれども、実は流域の上流部って非常に資源立地、うん、だからそういった水の流れみたいなものも活用できるし、まあ、洪水の対策も流域一帯でそのデジタルを使って情報管理していくことによって、うん、防いでいくこともできるんじゃないかなと思いますね。止まれるんじゃないか。治水対策としてあの流域治水っていうものが始まって、うん、で流域協議会っていうのができてるんですね。流域全体で治水をマネジメントしていきましょうっていう、うん、でこの時にこの治水を一生懸命流域単位でやるのであれば、うん、できるかどうか分かんないですよ、うん、やるのであればこれはやっぱり生活圏として見ていった方がより治水もできるだろうなというふうに思ってます。結局なんか治水だけではなくて利水っていうものも必要になってくるので。利水というのはどういう水を使うっていうことですね。あ、利用する水。利用する水で、これ世界的には非常にこう流域の中で水をどうやって使っていくかっていうのが大きな問題で、例えばナイル川で、エチオピアに大きなダムができて、はい、それについてエジプトが反対しているとかですね、はいはい、それからメコン川も上流部は中国で下流部のタイやあのラオス、はいはい、ベトナムとか、うん、中国が水を止めているんじゃないかとか中国が大雨の時にダムから水を放流したんじゃないかみたいな揉め事が起きてるんですよ。必ず水紛争って流域の中で起きるんですよ。なのでこれはやっぱり向き合っていかないとどうしても、うん、あのマネージメントするっていうのは難しいんじゃないかなと思うんですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや面白い、うん、大変勉強になりました。